こんにちは、湯山玲子です。2021年2月27日土曜日15時から岐阜県高山市民文化会館大ホールで湯山明の音楽というトリビュートコンサートをですね、開催することになりました。父湯山明の音楽をですね、娘の湯山玲子、私ですね、がえりすぐりの曲を選んでですね、えりすぐりのですね演奏家と一緒にお伝えするですね、非常に素敵なコンサートなんですけれども、ちょっとですね、2月、今年はちょっと暖冬気味だというので、雪深いと言われている高山なんですけれども、非常に風情があるですね、澄んだ空気の中で、冷えた空気の中でですね、湯山明のですね、非常にヒューマンな、メロディックでロマンチックな音楽を聴くというのも一興なのではないかと思っております。演奏家紹介します。うちの父の、大ヒットピアノ曲の一つにですね、お菓子の世界という曲集があります。これはですね、実はもう版をものすごい数を重ねておりましてですね、大ヒット作というか、日本でですねピアノを志した人間がいるとするとですね、必ず彼の曲集を通っているのではないかと思うんですけれども、そのお菓子の世界ですね。で、その中からえりすぐりの曲をですね、なんとですね、ピアニストとして作曲家としても非常に、いい作品を世の中にいっぱい出してます新垣隆さんをお呼びしてですね、ちょっと演奏していただきます。非常に豪華ですよね。実はですね、新垣隆さん、私が主催して、もう 5,6 年になるですね、6年になる爆音クラシック、略してバックラというですね、トーク&リスニングイベントにですね、ゲストでお呼びしたことがあって、でその時にですね、実はすごくうちの父の湯山明の、作品についてですね、熱く語っていただきまして、すごい不安だったとおっしゃっていただいたんですね。で、そこで空でですね、バームクーヘンという音楽を弾いていただいたことが非常に印象深かったんですけども、もちろんそのバームクーヘンを、中心にですね、普段はですね、子どもたちの発表会でよく聴く音楽なんですけれどもですね、達人の手にこのお菓子の世界がかかった時にですね、どのような響きが実現するのかということを今から非常に楽しみにしております。実は湯山明はですね、歌曲もですね、非常に、書いてるんですね。これは実は若い頃の、レパートリーなんですけれども、金子むしずさんのですね、これ作詞家です、有名ですよね、の、歌詞に詞をつけたですね、子供のためにというような曲があったりとかですね、薩摩忠さんの作詞に曲をつけたカレンダーという、曲集もあります。で、その中からですね、ソプラノはですね、今ジュネーブ在住で、日本でもオペラがあるとですね、よく来日して素晴らしい歌声を聞かせてくれるですね、林雅子さんが、歌ってくれることになりました。非常に楽しみですね。子供のためにの中からではですね、鳴子を弾いても長靴のお家というちょっとアバンギャルドだというかですね、ちょっ と、フランスの印象派にメロディーが似てるかなっていうね、非常に素敵な、旋律を持つ2曲と、あとはカレンダー、これは作者薩摩忠さんなんですけども、4月の牧場、6月の梅雨、7月夏のレセプション、10月秋なので、11月空の瞳というですね、これも非常に割と現代音楽に近いですね、音響の響きを持ったですね、割と湯山明の中で、ここまでですね、ちょっとアブストラクトな感じのものが珍しいというような、作品なのでですね、ぜひちょっと皆様にお届けしたいなと思ってます。次はですね、同じく歌曲なんですけれども、愛の主題による三章、これは作詞家は穂富光吾さんですね。それと電話、これはまた同じ作詞家が、薩摩忠さんになるんですけども、その2つをですね、これをですね、レジェンド、
のメンバーの方々で、それぞれ歌っていただきます。でレジェンドというのはまあ、皆さんご存知の方も多いと思いますけども、まあ、男性オペラ歌手によるですね、立ち上げというか、数人ですねでによるですね、日本初のオペラユニットとしてですね非常に長年活躍しているですね、ベテランかつフレッシュなですね、アンサンブルです。で、彼らによって、ですね、まあ、一人一人がアンサンブルといってもですね、非常に素晴らしい歌手たちなので、まあ、シルキーなですね、素晴らしい、男性ですよね、男の男性の声でですね、湯山明の世界がどう展開するか非常に興味深い、コンサートになると思います。マリンバとアルトサクソフォンの玉のディベルテメントですね。これはもう多分私が一番湯山明の音楽で聴いている音楽かもしれません。非常にかっこいい曲です。これはですね実は私湯山明の方CD の方ではで LP ですね当時はねの方ではですねなんとですねアルトサクソフォンにですね世界の鍋貞渡辺貞夫さんをですね起用したレコーディング現場に私行っておりましてですね、その時の、ね、写真なんかが残っているというですね、まあなんというか非常に私にとってもインパクトの強い体験が込められた曲なんですけれども、ですね、まあなんというのですかね、マリンバもアルトサックスフォーもですね、非常にクラシックの中では割と本質的というか、まあオケでいつもいるという楽器ではなくてですね、もちろんこの2つの楽器は非常にジャズにも使われていてですね、割と周辺的な楽器なんですね。でプラスですね、非常にその2つとも倍音が多いというですね、響きがものすごくモダンで現代的なんです。で、2つの楽器の特性を生かしたですね、これも本当にスーパーセッション、まあでもセッションではないですね、クラシックなのでちゃんとふわりをしているんですけども、素晴らしい世界が広がっていくと思います。で、このマリンバの、プレイヤーはですね、池上秀樹さんです。まあ、非常に題名のない音楽界のなどでも非常に、その、再起を、ほとばしっていうような演奏を見せてくれたりとかしてますけれども、ですね、彼のですね彼って本当マリンバだけではなくて非常に他のですね打楽器に関しても非常にすごいプレイヤーでですね、私の方ではですね、2019年の10月に、愛知県のですね愛知トンネルというところで企画しましたバックラアースダイバーのですね演奏家としてお招きしたりとかですね、非常に私リスペクトしている、打楽器奏者の、池上さんがですね、まあいつもの太鼓のバチをマリンバにもの持ち替えてですね、素晴らしくパッショナブルな、演奏を繰り広げていただけると思います。で、アルトサクソフォンです。そこにもう登場するのがですね、もう今や本当にサクソフォン界の日本のやっぱり星になりましたよね。上野公平さんですね。上野公平さんも、ですね、実は非常にレパートリーに積極的な方でですね、今いろんな、作曲家と組んでオリジナルも出してみたり、藤倉大さんとのコラボもありましたよね。コラボというか、作曲も、一色作品も多分彼は作ってると思います。なのでですね、その彼にですね、うちのこの、マリンバとアルトサクソフォンのディベルトメントというですね、曲にこう、挑んでいただくという話ですね。挑んでいただくというのもですね、彼は この私の、父の曲をですね、もうすでに、いろんなところで、演奏していただいているということなので、まあ、今回の見どころはですね、その上野公平さんとですね、アルトサクソフォンと、あとやっぱり池上秀樹さんの、もうスーパーマリンバパフォーマンスのですね、この一騎打ち、これを見に行くだけでも高山に足を運んでいいのではないかという歴史的な、一曲になると思います。ですね、バイオリンとピアノのための小奏鳴曲という湯山明のですね、器楽曲があります。これはですね、実はうち、湯山明がですね、東京芸大の音楽学部作曲科在学中にですね、第22回日本音楽コンクールで第1位を、次席ですね、を受賞したですね、非常に彼の、キャリア史上、最初のですね、スターダムに、
ジャンピングボードになった非常に素敵な作品です。で、まあ、本当にフランクだったりとかラベルみたいなですね、フランスの作家たちですよ、作曲家たちのですね、特有なですね、空気感だったり、テクスチャーだったりとか、旋律だったりするような、まあ、ムードですよね。それは非常にですね、込められたというか、まあ、これだから湯山明の音楽の原点を探るにはですね、非常に欠かせない、素晴らしい、音楽なんですけども、これをですね、ピアノ伴奏は、先ほど、紹介いたしました、新垣隆さんと、あと、なんと、バイオリンはですね、福田蓮之介くん、という若い才能に来て弾いていただくことになりました。で、彼はですね、まあ、1999年岡山生まれで、本当にまだまだ、20代で若い、演奏家なんですけども、まあ、ですね、7歳からですね、もう、大阪フィルハーモニー交響楽団と共演したりとか、まあ、華々しい天才的な活動を続けている方なんですけれども、去年ですね、オパスワンというコロンビアのですね、クラシックの、非常に輝ける新人たちをこう、毎回ピックアップする、レーベルの中の、才能の人に選ばれてですね、非常に素晴らしいアルバムを、世に出してくれました。で、まあ、彼とですね、新垣さんの間のですね、ベハリンとピアノの中 の非常に、どちらが主従というわけでもなくて、これはこの彼のこの曲の特徴なんですけども、非常に濃密なですね、会話のようなセッションが行われるのではないかと思って今から期待しています。父はですね、父、湯山明は、まあ、合唱の世界で非常に有名な、作曲家として、知られていますけども、彼が、作った唯一の男性合唱曲でですね、男性合唱曲とピアノのための夕焼けの歌というですね、作品があるんですね。で、これがですね、まあ、非常に、なんていうんですかね、パワフルな、そして官能的な、なんて言ったらいいかな、ちょっとうちの父というのは割とそのフランス的なですね、流麗な旋律、ロマンチック、可愛らしいというような形容ですね、の方がふさわしいんですけど、ものすごいのぶとい、暴力的な、響きをここで完成させた楽曲なんです。で、これをですね、実はその先ほど紹介させていただきましたオペラユニットのレジェンドですね、そのグループにですね、男性の、5世の編曲版として、それをやってもらえないかと、私からお願いしたところですね、快諾していただきましてですね、ここに実現しました。なのでですね、だからこれはですね、多分本邦初演の男性合唱曲の5世版なんですね。で、これが一体どんな、響きになって私たちの耳に届くのかということをですね、今本当に心待ちにしておりますですね。まあ、これ本当すごい歌詞なんですよ。まあ、言ってしまえばですね、これね、若い男性のリビドーのたぎりそのまんまって感じなんですよね。で、まあ、それにユーモアと非常に快楽味があるとか、毒気も含めてですね、まあ、かなりですね、ちょっと、エロティックな歌詞も盛り込まれているんですけども、まあ、これ実はね、例の合唱コンクールの課題曲になったりとかしてて、やっぱなんか、昭和って時代って今よりもなんか非常に自由だったんだなっていうような感じの感触も持っていただけると思います。ぜひ、これ、楽しみな曲です。実はですね、なぜこれが高山で行われるかといいますとですね、これうちの、母ですね。で、母もまたですね、実は、高校から東京に出てきてですね、国立の 音大の付属高校大学と音楽を学びまして、その作曲だったんですね。で、それでまあそんなご縁でですね、父と知り合って、結婚したわけなんですけれども、彼女の故郷がなんと岐阜県飛騨の高山だったんです。で、そういう意味でですね、彼女の方はですね、実は70年代に児童合唱団を杉並区久我山で子どもの国合唱団という合唱団を主催して、そこの指導に当たってたんですけども、まあ、そんなような活動を通してですね、随分飛騨高山とはですね、演奏旅行だったりとか、いろんなことでですね、音楽の縁をつないだ人なんですね。で、まあ、そんなことが
がご縁でですね、まあ、今でも飛騨高山というのはですね、人口に比べて非常に音楽熱が高いところで、随分器楽の面ではですね、演奏家をですね、越後の演奏家を輩出したりとかしていて、まあ、そういったなんていうか風土があるところなんですよね。そういう気風というか。でそこなんですけども合唱がですね非常に盛んでしてですね、地元の合唱団の皆さんが日夜歌って、活動しています。コーラス赤い靴、女性合唱さつき、コールからたち、コーラスコオロギといった形のメンバーがですね、今回ですねこのために、集まっていただきましてですね、合唱曲思い出の高山とクジラの子守歌を歌っていただきます。で思い出の高山というのはそんな感じで、うちの自分の妻の故郷なので高山が、そこのご縁でですね湯山明の方に、ですね、高山の ある特殊家の方がですね曲を依頼した、そんなような経緯がありましてですね、できた曲なんですけども、その曲とあとそれから「クジラの子守歌」ってこれはですね、童謡と、もともとは童謡として作られたんですけどもですね、ちょっとブルーススケールが途中で入るというね、ちょっと面白い曲なんですよ。でそれが私は本当に大好きでですね、その曲をですねぜひぜひ、地元の合唱団の皆さんで歌っていただきたいなと思ってですね提案したところ、快くですね、引き受けていただきましてですね、こういうプログラムになりました。ということでですね、長々と話しましたけれどもですね、もう一度言いますね、来たる2021年2月21日土曜日です。15時開演になってます。岐阜県の飛騨高山市民文化会館大ホールなどでですね、まあもちろんあれですね、中部にこの近くにお住まいの皆様はぜひぜひお運びいただきたいですし、あとはですねやっぱり東京や大阪、それから湯山明の音楽ファンの方はですね、多分ですねこういった形の横断的なコンサートはなかなか開けないと思いますので、今ちょっとコロナでね、そういういろんな状況もありますけれどもですね、一応 GoTo キャンペーンなども、ありますので、ソーシャルディスタンスを取りながらですね、割と人がいない静かな、ですね、山里のですね、風情を味わいつつ湯山明の音楽に浸ってみる休日を作っていただいたらこんなに嬉しいことはありません。よろしくお願いします。 YouTube の湯山明チャンネル、スタートしてます。そこでですね、今後もですね、湯山明のですね、さまざまな楽曲をでどんどんアップしていきますので、どうぞご覧になってみてください。登録もよろしくお願いいたします。